皆さんこんにちは、渡辺美奈です。本日も美奈クッキングスタートしたいと思います。本日は卵を使って運指な作りたいと思います。運指な1、2、3、3、1。古いギャグが古いけど面白い。半月の目玉焼きを作りたいと思います。これもねお弁当に使えますので、ぜひ皆さんよく見ていてくださいね。ということで、ミニのフライパン、ミニミニのフライパンですということでね、おとなしく作ります。油をちょっとだけ引いて、卵、これはあれですかね、なんかこう冷蔵庫から出した、そうね、出したすぐぐらいの方がいいかと思います。塩味もいいんですけど、うるさい人がカレー味って言うからさ。誰ですかね、もやしくん。これカレー粉、カレーパウダー、これを振りかけます。とカレー風味の目玉焼きになるはぁ。でちょっとお塩かけて、あ、いい香り。これをこうやってするの。ほら、これだからそのいじるタイミングによって黄身割れちゃったり。そうなの、だからちょっと難しいから、そろーりそろーり。なるほど、もう弱火でじっくりじっくり。黄身が真ん中にあると、はい、半月にした時に半分に切ると黄身がちょうど真ん中で、なるほど、なのでお弁当の時に立てると綺麗に、はいはい、はいはい、なる。なので今これはカレー味にしましたけど、青のり入れていただいたり、トリュフ塩でトリュフ風味にしていただいたり、いろいろアレンジを聞かせていただいて、これが半月の目玉焼きね。これも弁当に結構あの使えるものなので、ぜひ。これ、黄身は完全に固めた方がいいですね。あのトロトロだと半分に切った時に流れ出ちゃうから。そうなの、ね、だから中まで程よく焼いていただいた方がいいかと思います。あとはね、焦がさないようにするだけで。うん、お鍋にもよりますよね。そうだから、テフロンのちゃんとこうコーティングされてるものだと失敗しないでいける。鉄のフライパンだとその油と火加減とのフライパンの温まり具合でくっついちゃったりするんで、はいはいはい、こういうものだとすごく失敗せず作れる感じ。卵は上手にね、皆さんご存知、卵、今日卵のね、博士だもんね。卵博士ですからね。そうだよ。焼き具合もいい感じでしょ。いい感じですね。ね、これで一品できました。オムレツいこっか、同じフライパンなんで。オムレツ、これもお弁当によく登場します。これ卵1個で、なんか特にあの調味料とかも入ってます。今のところ何も入ってません、はい、なのでお塩を入れたり、溶けるチーズを入れたりしてチーズオムレツとかでもいいと思います。ちょっと今カレー風味のオムレツになっちゃうかもしれないけど、ちょうど1個だとお弁当にいいサイズなんですよ。ああ、そういうことなんですね。そうなんです。でこれ、なんかオムレツってね、いっぱい卵使いそうな気しますけど、あの普通ね、普段食べるときは多分結構たくさんいるけど、これは火はどんな感じですか。これね、ちょっと強めで大丈夫かも最初は。で、こう周りからね、中に持ってきてもらって片方に寄せます。お、そうするとスクランブルエッグ状態のものなので中がふわふわになるのね。で、これをいきますよ、こうしていくんですね。おお、
このカーブをうまく使ってください。ちょうどお弁当にいいサイズなんですよ、これ。あら、美味しそう。はい、じゃーん。これはちょっと中がとろっ、そう、とろっとね、ふわっと。最初の周りから焼けたやつを内に内にって入れてきて、スクランブルのやつを真ん中に入れてくると、はい、ふわふわなオムレツができます。なるほど。で、ここのさっきの状態の時に溶けるチーズだったり、あのいろんな好きな具材を入れていただけると、あのプレーンじゃなくいろんなオムレツができます。はい、出来上がりました。お、素晴らしい。はい、これで一品出来上がり。はい、二品目。で、これで今度厚焼き卵いきますね。厚焼き卵はこちら、うちは甘いのが好きなので、卵にお砂糖を入れて料理酒を入れてます。これは2つちょっと入れて火にかけてちょっと温まるまで待ちます。こんな感じでね、ちょっと温めてから流し込んでいきます。あ、いい音ね。これじゃあ2回に分けてる。これは2回どころか何回もくるくるするんで。なるほど。で、これもこっちに全部寄せて寄せて、これはちょっとテクニックが。ほんと？寄せて寄せて、ここから流し込んで、さあ行きます。なんかあの、よいしょ、テレビで見たことありますね、この作り方ね。くるくるね、流し込んでいくっていう。だから普通の鉄だと多分キッチンペーパーに油を吸い込ませて何度も塗りながら、あ、丸めていくと思うんですけど、こういう画期的なやつだと綺麗に丸まっていくんですね。なるほど。普段はじゃあその寄せて空いた方のスペースにまた油を入れて。そうそう、普通のね、あの鉄のやつだと。でもほら、じゃないからくるくる、もう綺麗でしょ。初カインズ行ってきたの。あ、初なんですか。そう。へえ。すごい楽しかった。なんか5時間ぐらいいそうですけどね。もっといった。もっといったんすか。いや、多分なんか思うに、そのどんなお鍋使ってるのかなって結構皆さん知りたい。でも1000円ぐらい。え、それでそんなもういい感じに。そう。え、これめちゃくちゃいいフライパン。ちょっと僕も後で知りたいです。そう、いいよこれ。わあ、めちゃくちゃ綺麗な。でしょ。うわうわうわ。そうなのよ。うわ、完璧でしょ。完璧じゃないですかこれ。そうなの。はい、できました。どうでしょ。ほら、いつも作る、ほら見て。おー、できました。はい、ということで3品できました。今度はこの厚焼き卵のフライパンを使ってもう一品作りたいと思います。私が子供の頃から食べてた卵サンド。あ、卵サンド。そうなんです。なんか最近流行ってるでしょ、厚焼き卵が挟んであるサンドイッチ。あの、よくね、築地ですごい行列になってます。あ、それがね、私は子供の頃から食べてたの。そうなんですか。そう、これ卵ね、4つぐらい入ってますけれど、これも好きな量だけね、好きな厚さというのかな。お塩を入れていただいたりしても大丈夫です。だからその厚焼き卵は中にカニカマを入れたりとか、あ、小ネギを入れたり、じゃこを入れたり、アレンジしていただけるとお弁当いいかと思いますよ。パプリカ入れたりしても綺麗だし、彩りが。これも弱火で、ちょうど4つ、このサイズで4つだとフル。こっからがね、すごい大変なの。やってもらっていい？こうやってやるの。今のが大事だったよ。流しながらね、ツルツルツルペトってやるとね、上手に中に入る。上手だったでしょ。これね、フライパンとの相性があるの。
さっき作ってた厚焼き卵と全然作り方違うんだなっていうのがくるくる丸めないね感じの。そうなんです。本当はこれもう一回この下に流し込むと綺麗な卵になるかもしれません。完成。8枚切りサンドイッチって10枚とか12枚だよね多分。そうですね。今日はね8枚切りちょっと厚めのサンドイッチ。バターは常温にして柔らかくしといてください。これはお塩が入ってるやつですね。無塩じゃないタイプ。でケチャップ、あ、私忘れてた。きゅうり、あ、でもケチャップ塗っちゃおう。あ、きゅうり切ろう。ハリちゃんと狙っといてよって。これピーラーで切ってもいいかもしれません。私はもうこのままなるべく薄めな感じですかね。そうですね。でもきゅうりがね好きな方はほら AC ホテルで勉強したからシンプルなねきゅうりのサンドイッチが一番いい。キューカンバーサンドイッチですね、はい、そう。こんな風にしてでケチャップ塗ります。声の方がいい感じなんですかね。あ、大きな声でお願いします。大きな声でお願いします。こんな感じでなって、はい、出来上がり。おお。すごいでしょ。これね、熱々で食べてもらいたいの。振りじゃないよ、振りじゃなくって、これ耳切るとさ、卵も切っちゃうから、これこのまま耳ちょっと残しとくね、はい、本当に美味しいんだよ。さとき食べたことある？ない？へー、食べさせてあげたい。せーの、じゅん。ほら、美味しそうでしょ。これは間違いないですね。美味しそうでしょ。これ、これなの。ということで完成です。じゃーん、できましたね。 1,2,3,4 種類。この半月の半分切ってみます。せーの、じゃん。おお。こうするとこうやってお弁当箱に入るの。さあ、サンドイッチの試食にやってまいりましたよ。最近試食になるとみんながここからいなくなる。みんなが私の視界からいなくなるの。なぜだろう。ちょっと暑いの続きましたからね。今日はそんなに暑くないと思います。ということで今日はゲストニューフェイスです。いきます。さっとけー。中学1年生のお父さんです。はい、どうぞいただいてください。うん、めっちゃうまいっす。めっちゃうまい。なんだろう、あ、なんて言ったらいいんだろう、これふわふわで、あ、ふわふわで、はい、はい、程よい温かさが出てもっと温そうがよかった。リアクションしづらかったね、今熱くないから。ピューピューいいアクセントしてて上手。あ、超美味しいです。あれ、ありがとうございました。しんこさん、いらっしゃいということで、はい、いらっしゃい。いただきます。はい、うん、おいしい、うん、卵が思ったよりもふわふわです。いや、思ったのは結構重い感じだった。おいしい。ギュッてしてるのかと思った。あ、硬くてね、うん、ふわふわです。うん、おいしい。これは何個でもいけます。ほんと、え、この間藤沢何、どこに泊まったの？藤沢駅の近くです。行きはだってリサが運転したんでしょ。帰りは高根が運転したんでしょ。はい、なんで知ってるんですか。はいって書いてある。全部知ってるじゃないですか。卵サンドがすごく美味しかったということで、ありがとうございました。はい、
ということでね、今日は卵を使ってのお料理になりました。お弁当にも使える、月の目玉焼き、そして厚焼き卵、オムレツ、アレンジを使って厚焼き卵サンド、ぜひ皆さんもチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。ということで、また見てくださいね。みなゆクッキングでした。さようなら。みなゆチャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録お願いいたします。こちらです。コメントもお待ちしてます。